んといってもお酒が飲めるから。あーおめでとうおめでとう。どうなの、昨日ヘラヘラと爆飲みして、うん、どう浮かないけど僕も浮かちゃう。あんま飲むと立たないでしょ。ないから大丈夫。一回撮影した時にさ、ドアがさこそっと控え室行って着替えてたの、そしたらもうブリーズが出てて、ブリーズがこれもう爆弾みたいな人。よいしたよ。なんか普通に TikTok 撮ったらすごい朝からめっちゃバズったの。388.何Kみたいな。なんでこんなバズったんだろうと思ってこうやってパッて見たらコメント欄で東亜のあれが東亜になっちゃってますみたいな。よく見たら切れちゃってんのよ。